ンボット、そしてミンティのエントリー、中には誰もいません。ファーストキルはミッチー、今回読み勝ちましたね。ミッチーはそうですね、読み勝ち。 B 側のセンターを抑えました。これワンキル取れたのがデトネーションゲーミングとしては大きいです。中固まっているファブゲーミングに対してデトネーションゲーミングが広がっていますが、1人ずつ削っていき、現在3対5、これは圧倒的ファブゲーミングが不利な状況です。デトネーションゲーミング取り返し、メインでもかなり削っています。抜きました。あとは中に入るだけ、待つと逆待つ保持にいますが、ミンティ2キル抱えている。ここにアフターショックを入れられるか。入れてないですね。これは対応してません。ザ・ワイン2、しかしスティンガーでワンキル取るだけで十分でしょう。ヘブンへのアプローチです。ステッチ中、ミンティは前に出ます。詰めるしカバーしますね。ヘブンのカバー、ヘブン3非常に強気です。3人構える。ミンティ2キル目、パラノイアは食らっていますけれども、しっかり下がって上にいるシルフィーが取ります。リテイクを狩る動きですね。これはミッチーさすがにキープか。そうですね、どこかにおそらくオペレーターを置いて強引に入っていきますね。それでも強引に入っていく。中は手前に1人いる。綺麗なクリアリング。フィスカー2人目は、ここはテンが抑えます。ボートにはテンがいます。テンが硬いですね。ただミンティ残り1名、マーケットからのカバーがありますが、ワンオン天才、天体天才、天体天才だ。体力差ある。最後はテンだ。ここでポジショニングですね。でもここからはリテイクです。逃げられないぞ。設置まではさせます。バイクを設置、ミスティック、逃げられないぞと言ってる間にテンが倒されます。これでリテイクのフラッシュがなくなりました。ただスタバゾディアクスとキルを取って3対4の状況。ローリングサンダーを控えているファブゲーミング、場合によってはロックダウンでっていう取り方もありですね。これどこかで前に出たいが、ローリングサンダー2対4で出すのか。出しました。ただ一方キルジョイのロックダウンを発動している。フィスカーどうする。フィスカー行くしかないですね。またディフェンダーサイドにいる。ミスティックに倒された。さあホットチョコレートアーティ、あー厳しい。ロックダウン中はさすがにこれは耐えられません。ただ一見するとその人数有利、4対2の状況まで持っていって、これデトネーションゲーミングそのまま取っていくのかな。天才が取られます。うん、いや守り方綺麗ですね。何もない B は固く、ミントもしっかりと押さえつつ、 A はタレットでリテイクすればいい。これで人数状況有利なまま、中を開けましたけれども囲い込むような形でリテイクの方に入るでしょう。ただフィスカがそこを止めるようなゾディアックスをキル取っています。オレハンスモーカー流れましたね。なんとか逃げ切りましたが、その間に前に詰めていたスタバ、これで人数状況逆転です。3対2。スモークキャラはいません。うわこのカバーも速い。点上からミッチスペクターではちょっと弾不足か。最後は天のクラシック、7対1です。ネットの発動、意外とこの発動タイミングいいかもですね。ただエコラウンドです。ファーストキルはミッチ、天才を倒しています。削っています、壁抜き。ラピただフィスカそこを倒しますが、カバーはホットチョコレート。おっとこれはちょっと展開が変わりましたね。4ファントム獲得、これで武器は整いましたか。はい、想像していたよりもファブが早く手前に来ていたという印象でしょうか。問題はミンティのブレードストームがどこで暴れるかです。いやミスティック裏取り早いですよ。もう情報を取りました。これでしかもシャッター下ろしていません。これ行くかもですね。見えました。おっと設置が止まった。素晴らしいセーブ。2キル反撃する。そしているイチが分かりました。ミスティック最高のプレーです。いやこういったタイミングで味方と合わせるんではなく、出れるタイミング、まあ、合わせてもらったんですけどね。決めた。ブラックさん今見ました、設置の音した瞬間でしたね。本当にうまいですね。さっきからウルトに今回も同じような形を取りますが、オペレーターダブルキル。3人目4人目エースなるか。いやこれは行くぞ。ミッチ取りに行く。チームを鼓舞するために取りに行ったか。ここはシルフィーが抑えた。
まだファブにもチャンスがありそうです。ただこれ天才が詰めてるんですけど、そうですね、うん、シルフィーの位置は天才に見られます。設置まではいけそうですが、ポイントの中ではミスティックが倒されます。逃げた方がいいかもね。いやでも来ましたよ、早速テイクの設置する前にキルジョイロックダウンです。このノックダウンは避けるのはかなり困難ですが、潰しに行った潰しに行った、はい、しかし天の2キル、スタバ天と決めていった。このラウンド4キル。いやさあ今回 A ラッシュ、それに対してはフィスカー早めにブーンボト、素晴らしい1キル反応した。おお完璧、高級お掃除ロボット。ただジャンプ時点天才もヘブンからのカバーです。ドローン展開、オールドローンで見ます。位置がはっきり分かりました。フェイクのシュラウドステップ、ただフラックさん今のもラッシュの警戒での、はい、まあ、ペイントを、あとは、しっかりブーンボットを流して綺麗な2キルでしたね。そうですね、攻撃側ではちょっとうまくいかなかったものの、守り側ではしっかりデュエリストとしての火力を出してますね。うん、あとは毎度2ラウンド連続ゆきしろさん、A のコントロールを奪ってますね。そうですね、まあ、ペイント弾一つでそもそもラッシュが止まってしまうっていうのがやはり、まあ、レイズの強みですよね。本当にコントロールの仕方、手前で守っているフィスカのオペレーター、そこに対してのプレッシャー、そしてブーンボットを出していく。ワンキル、ツーキル目はここは逃げられてしまいましたが、十分な働きです。そうですね、結果的に倒せたのがレイズではなくオーメンというところはポイント高いでしょう。ただフィスカが残っている面ではオペレーターを所持しています。取り返しのオペレーターはやや使いにくい。そうですね、持ち替えたいですね。天才オーディン上からミンティ、誰も見えません。しかもスモークがないので、おお天才オーディン、フィスカーも倒す。でここで武器拾いましたね、リコンボルト。しかし下にはミッチ、フィスカーが返す。さすがにここはメンディスティックやってない作戦です。もう一個のアルティメットを使ったB だと完全に思っている。しかし本来は A だ。 A 設置、ここで音を聞きました。バイクを設置、パブゲーミング一気に寄っていく。よく倒したシルフィー。ミッチが今ワンキル取れていたら流れは変わっていたと思いますが、こうなると人数をかければいい。そしてデトネーションゲーミングはローリングサンダーを持っている点が残っている。2キルを取った。このローリングサンダー硬いぞ。しかも A ロングにもう一人合流してる。フロムザシャドウズキャット、点は待っている。会場ぶっ飛べ。多分ハーフまでは持ってくでしょう。ハーフまでは行ってた、行ったかどうだ、ハーフ行ってるかどうか。最後はスタバ、うん、素晴らしい戦術設置、一番強い位置です。バイクを設置、ここからの取り返しは難しいです。エコですからね、本当に1人2人キル取れれば十分なハブゲーミングです。しかもその上で全員ロングに下がっていった、1人を残してロングに下がっていったので、また先ほど同様ですね、交戦距離が遠い。おっとシルフィーインセンディアリー、中でワンキル取っていくミンティのカバーです。まあ、体力削るだけでも十分なクレジット削りにもなります。残り1名、ラストはテンが取りました。取りました。その代わりフィスカーがこう B メインの状況を取れているんですけど、ちょうど外したタイミングでした。したちょっとタイミングがずれました。そうですね、さあこれで B クリア、ただスパイクは A、 このスパイク A をどう持っていくか。このワンキルをフェイクに使うんですか。ワープもできますかね。最終的に飛べるんで、スモーク2個、エルボーとディフェンダーサイドに入りました。おお、そしてエルボーに入ったミスティック、入ったらさすがに B 攻めだよねって思いますよね。素晴らしいフェイクです。ただ天才が取ってこれ以上いないぞ。おお、チョコレート残った、ミンティもキル取ってる。人数状況逆転、どれだけ耐えられるか。フラッシュ受けた、このキルは大事になるぞ。あと10秒、十分だ。設置中、チョコレートが残っている。なんとか設置したい。
フラッシュを入れていきます。中に入っていく。さあゾディアックスがファーストキルを取っていきます。接中、ハンターズフューリースパイク設置完了。天才のハンターズフューリーは一発当たっていました。ミッチオフアングル2キルゲット。そしてミスティックもそこに加わっていく。ローリングサンダーを受けていきますが残りは 1v3。 スティムビーコン解除、スティムビーコン使いました。ラスト 1v3 ミスティック、うまい立ち回りです。恩恵を受けていた、加護を受けています。ハーフまで行った。ただダブルピーク、これで5ラウンド目です。いやミンティですね。ブレードストームとシェリフです、まあ、先ほどもまたこのフラッシュとともに出てくる。これはブレードストーム使えず、ブレードストームで行きたかったですね。中に入ってくる、抜けない、カバーが早い。これもミッチーのキルになっていきます。チョコレート選手打ってしまいましたね。寄り狩りの、そう、あの、はい、あのジェットのエントリーを打っちゃいけないんですよね本当は、うんうん、あれが次なので。ただ取り返しはロー、お、来た、ソーソッパー来た、オービタルストライクもありますがここで打てるか、どうする、打つべきか。スモークをまずは焚きます。中に1人残っているのが強いですね。お、見えた、中を倒した、地獄の炎、カバーに入った天才、ね、ラストワンは間に合いました、解除成功、よく打ちました。プですかね、オービタルストライクからのエントリー、地獄の炎、そしてうまくフラッシュも入れながら、そしてさらにはペイント弾、最初からミスティックは浴場狙い、しかし後ろからシルフィーです。ハンターズフューリー設置中の相手に向かって天才撃っています、うん、一発は当たりました。ただミンティ後ろから挟んでいます。 B から寄ってきた A ショート、1人目2人目、これは大きい。ワンオンスリー、苦しい中でもミッチがいる、ワンブイズ、ワンオンワン、どうだ、上に乗った、上に乗った、どうする、ミッチー、ミッチーが救った、エルボー警戒、設置できません。ローリングサンダーの餌食、まだオービタルストライクは打っていません。あくまで設置中に打つ、そうですね、これがワードゲーミングの狙いだ。これでやはり時間稼ぎですね。そしてフィースカーが入ってくる、おっと当たらなかった、3つ目のアルティメット、ただ手も返してるぞ、返しのローリングサンダー、ただ時間がないですね、さすがにダブルピーク。さあ浴場の老兵ゾディアックス、どう立ち回るか、もうランプにいるんじゃないかという予測は立てていますが、どうでしょう、クラシックの距離ではない、決めちゃっている、丁寧に打たれてますね。フェイント弾が入っているぞ、痛い、3対3ハーフまでいっている。これはフル解除、ちょっとただこれはまずいぞ、インセンジアリが降ってきたので、ハーフまではいってるんで、もちろん解除は間に合うと思います。どっちだ、ショートなのか、解除するのか、どっちが解除するか、シルフィーは浴場だ、止めた、ただ解除間に合わないと思いますが、どうだ、一方のデトネーションゲーミングはロング、ミッチーのスティンガーでシルフィーを倒しました。いや、 A 詰めですよこれ、 A 詰めと B 詰めでお互い時計回りの戦いです。そうですね、そして B ではスタバがやられて設置までいきます。なかなか面白いラウンドにもなりました。まあ、やはり武器の差がある分冷たかったデトネーションゲーミングでした。これはディフェンダーサイドの設置です。相手の武器を奪うことにも成功しているでしょうから、左寄ったの、いや、ナイフ、いやー、どうだろう、見られてないかもしれない、恩恵を受けたスティンピーコのおかげ、グレネードタイミング、一時的エンプレス、中に入れません、うん、ホットチョコレートが抑えた、ミンティがエルボーで我慢、ワンブイツ、最後はミスティック、やはり詰めて相手の武器を、そうですね、時間をかければかけるほどオービタルストライク、はい、そして、ポジション見てください、もうインセンディアリーも構えてるんですよ。どうだ、シルフィーのポジション、そうです、もう多分オービタルストライク、インセンディアリー、そしてショートからは入らせないようにインセンディアリーを投げ込んでいく。まだ解除音がしません。地獄の炎だ。さあ、1v3。ああ、顔を出してしまった。どうだ、この後のインセンディアリーは
燃えているが時間は足りるでしょう。どうだ、これは足りますね。これは足りますね。足ります。ファブのポジション配置はいかがだと。ドタ受けてしまった。スタバ入った。スタバロエーターだ。転倒せず3キル。シルフィーが返す。これはファブつらいぞ。ファブゲーミング2オン4。一人中には入れていますけども、ロングのスパイクが最後の残り、ゾディアックスが倒した。最後は体力30シルフィー。これはシルフィーつらい。最後はミッチ、